はい、皆さんこんにちは、ポレです。で、今日も10人クラフトをやっていきたいと思います。ということで今日はですね、単発企画毒プラグインですね。はい、毒プラグイン、今回もグリードが作ってくれました。はい、で内容についてなんですけど、一定時間経つとダメージを受けます。まあ、常に毒状態って感じです。あー、謎のウイルスにかかってしまった謎のまああれにあれで、まああの常に体力的に厳しい状態が続きますと。はい、いや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 、まあな、わかんないよ、未知のウイルスってことでいいですか。ワクチンをやめろ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 ということでね、まあ、常にダメージを受けた状態で、まあさっき話し合った結果、毎回エンドラ無理だからちょっと目標を緩めようということで、今回はネザー要塞に全員で到達することが目標です。はい、ということで早速スタートお願いします。3、2、1、スタート。あ、次のダメージまで5、4、3、2、1、0。足、はい、こんな感じですね。ぐわうはい、まあこんな感じでね、常に食らい続けますよ。いざ毒、本当に毒になってるやついんだけど、あそこに。あ、やばい。はい、まあということでね、これ序盤かなりきついんで、まあさっさとやりましょう。とりあえず切るか。死んだあれなんで2発殴ったら死んだんだけど、俺の目の前のやつ。ワクチンを、あー、これなんかワクチンとかさ、なんか今更だけどさ、ワクチン使えばなんかちょっとだけ一定時間これを回避できるみたいな感じでしても面白かったかもな、今更だけどね。ポールさん、あ、はい、何ですか。今日はサバイバルの探検ということで、あーはあ、なんかいなくなった。あ、帰ってきた。あ、なんか探検家になっとる。気合い入れてきました。お前は一番最初に死んだけどな。あ、これ普通にさ結構きついな、むずいかもしれん。あ、いっぱい死んだぞ。なんかいっぱい死んだ。俺死にそうになったらチェストに入れて死ね。今回は協力プレイ必須だぞ。誰もチェストに入れてないな。あ、例によって、あの、いつも通り拠点誰かお願いします。いつも通り誰か拠点作って。あれ、今日ソフトいなくね。拠点作る。あれ、いつも拠点作ってくれる人今日いないじゃん。今気づいたけど、ついに解禁賞終わったか。一回なんか解禁賞終わったらもう来なくなりそうだよね。もういっかみたいな感じなんで、もうなんかどうでもよくなったわって、いつも俺の前に来てうんうんって言ってくれる枠いなくなったの。これで死ぬ。じゃあな。ふっ、うざすぎる、マジでうぜえ。なんだこのプラグイン、進まねえ。ちなみにマジでワクチンないです。あ、ワクチン接種する？ワクチン要素出すか。ちょっとあまりにもうざすぎるので、このワールドはですね、あの、夜になると吸血鬼になれるらしいんですよ、聞く話によると。はい、ということでお願いしまーすこれいちいち入るんだ。ということでね、まあ、試しにどういうことかっていうと、こういうことですね。あの、自然回復します。はい、こんな感じで。こういうことですね。あの、死にそうになったら、こういう風に殴れば、回復するわけですね。はい。簡単ですね。いた。こういう感じでですね。わっ！くっそ、うざ！マジでうざい。死に、マジで死にまくってる。すべて失った。やべ。回復しないと。回復しないと。回復。あんま回復しない。でもこれやばい。いった。えぐい。ツールがなくなる、どんどん。マジでさ、なんか殺伐としてない？このプラグイン殺伐としてるよな、マジで。ずっとなんか喧嘩してない？こいつら。ずっとなんか喧嘩してるな、こいつら。ね。バカばっかだな。ハウルに言われてる。待って、やばいって、これ。ちょ、誰かさ、俺の HP 要員としてさ、地下に来てくんない？頼む。ダメだ、死ぬ。まあいいや。これこうして、ここで死んで、ここで死んで復活を
ここでやればいいのか。あー、これでいけるわ。あれどこだ、地下、地下どっから行くのか。ここだ。ヘッドヒルシアスが溶岩探して、俺今地下で掘ってる。多分誰も地下掘ってないよ。多分ずっと喧嘩しとる。ちょ、今下に掘ってるからちょっと待ってくれ。俺も掘ってる、溶岩探してる。これマジでさ、あの地下に行くまでの間に死ぬ、普通に。やばい、ダメージでかすぎて死にまくる、本当に。二人一組で地下行く。ツーマンセルで HP 要員として誰かに来てもらうか。誰かなんか手の空いてるものおらんか。俺と一緒に地下に行くものおらんか。この感じ。はい、来てくれ。こっちだ、ダイナベ。おい、ダイナベ行くぞ。よし、行くぞ。今、ダイナベと共に地下に来た。あ、そっか、これ、早めに俺回復しないとダイナベ。よし、ナイス、ナイス。ナイス HP タンク。でもなんか走り回ってればさ、溶岩とかありそうな気するけどな、地下掘んなくても。お、いいところに。よし、ナイス。よし、何、あー、食料。あ、食料48個スイートベリー来た。これでしばらく戦えるか。ナイス、よくやった。よし、ここまでやったから一旦地上まで行くか。地上どんな感じっすか。いい感じ。なんか拠点は一個作りたいよな。いいね、いい感じになってきてる。厳しい戦いだ。青ざめてる、マジで、マジで青ざめてるやつおる。ただ何してんだこいつ。あー、ベリー育ててんのか、このこいつは。ベリーが命綱なのか、今回は。今回はベリーでみんな食いつないでるってことね。なんかめっちゃ撃てるけど、こいつ。一旦、物資持って、で、回復して、回復、回復、回復して、よし。オッケー、行こう。ちょっともう一回地下行ってくるわ。モレさん、はい。何ですか？ダイナベが殺しまくってる。もうダイナベのことみんなで殺していいよ。あの、ダイナベのことは、あの、共有の財産として、みんなの HP タンクとしてもリス狩りしてもいいってことにするわ。何しても OK。うん、大丈夫。マジでボーボーにしていい、全員で。リスキルして、ダイナベがもう心折れて、もう入ってこれなくなるぐらいボコボコにしてもいい。ダイナベの心折りに行くのを許可する。殺しまくってるから、やっぱ報復は必要だよ、こういうの。だって、ルルーシュ言ってたもん。撃っていいのは撃たれる覚悟のあるやつだけだって。ははは。いや、綺麗ロゲが。マジでずっと殺されてる。あ、はいはい、なになに。無視しないでほしいです。なんだっけ、何、どうした、どうした。チャットしてるんですけど、ほうほうほう。ごめん、なんだった、ごめん。めっちゃ無視される。わかんない。なんかそんな重要なチャットしてた。まあいいんだけど。なんだった何の用だった。ごめん。ジャングルあった。そんな、どうでもよくない。ごめん、多分だから無視されてたんだと思う。そんなに重要だった、ジャングル。多分誰かも言ってたよね、それ。ジャングルあったって。リクポンが言ってたのか。でもリクポンも多分無視されてたと思うよ、俺に。な、ちょっと。本当に、何してんの、こいつら。ちょっと待って。マジで絶対にスキルしてんじゃん。醜い争いしてる。そういう企画じゃないんですけど。あの3人ぐらい、バークとハウルとカルガの、多分そういう企画じゃないんですけど、僕は負けないとか言ってるけど、多分そういう企画じゃないんだけどな。今そういう企画に変わる。そうなの。さあ行こうか。そうだな。もうあいつらほっといて、もう永遠やってるから、こいつらもほっといて。もうバカだからしょうがない。何してんだこいつら、もうバカだろ本当に。もう殺されたんだけど。ちょっとまあ鬱陶しいな。OK。ダイナミはるか上空に飛ばしたから大丈夫だよ。もう争いは起きない。上空1万メートルにすっ飛ばしたから、そのうち帰ってくると思う。一旦落ち着け。お前ら一旦ちょっと血に飢えすぎ。一旦落ち着きなさい。なんだっけカボレ君、なんか無視されたって言ったっけ、なんだっけ。
ちょっと触れる？一応。ジャングル？ジャングルか。そんなジャングル見つけましたを無視されたらこんなになんか無視されましたみたいな感じになんなきゃダメなの？ジャングル大丈夫。わかった。ジャングル見に行くか、じゃあ。せっかくだし。どこだ、カポレ君は。あれ、カポレどこ行った？いなくね？あ、いた。で、なんだっけ？ジャングル行くか。座標は、いや、連れてって、せっかくだから行こうぜ。わかった。ジャングル上から見えるよ。え？そういう方法で上から見るのか。なるほど。なにこいつマジで。うそ。なんだこいつ、なんで早いの俺より。あ、あれ？あ、ちょっと。見つけたわ。確かにあったわ。あれか。なんなら下からも見えるわ。これ。これってどこになって、おい、これってどこだよ。これってなんだ、どこだ、どこだあいつマジで。先行ったの。今実はって言ってるけど、なんだろう。実はの、ででん、実はの次に来る文章は何でしょう。住人クラフトクイズ。実はの次に来る文章を答えなさい。あのチェストの次に来る言葉を答えなさい。宝が。次に続く言葉は宝ですが、あのチェストとはどのチェストのことでしょう。どのチェストのことでしょう。わかんねえ。それじゃあ来てください。あのチェスト、だからか、だから無視しないでってすごい言ってたのか。一生懸命チェスト作って、ジャングルに多分チェスト置きに行って、ジャングルチェスト置きに行ってなんか入れてきて、それを見てほしいから無視しないでみたいなこと言ってるけど、そもそもあのチェストって何みたいな。そもそもあのチェストってなんなんみたいな話じゃない。チェストがあるんですよ、こっち。まあ行ってみるか。え、このチェスト、ミーのやつじゃないの。なんか入ってる。金の斧とか金のシャベルとか火打ち石とか入ってる。ミーが入れたチェストってこと？これ何なの？これで何なの？結局。なんか、皆さんご存知のあのチェストみたいな感じで進みましたけど、そもそも、いつ紹介してたの？目標を、ほう、続けてほしいです。あー、もう、この件には触れないで、さっさと目標を達成してくれってことですか？あー、そういうことか。でさ、やばいです。そろそろマグマガチで探さないと終わる。おい、全員で地下掘り行くぞ。やばいぞ。終わらん。また目標達成できずに終わるやつだ。なんでネザー要塞を探すっていうだけの簡単なのにしたはずなのに。あ、マグマありそう。来た。あ、来た。マジで来た。全然ある。バケツあればいつでも行けます。地下に来たら、あれ、マグマ拾えるから、回収行ってほしい。値下げ足りないんだったら。7個マグマある。早く持ってこーい。7個あれば十分だ。足りる。いける。おい、誰だよ。ミスってるやつ、俺。ミスるなよ。お前かよ。なんでお前とバカなの、マジで。なんでこいつなんだ、いつも。よし、来た。よし、あとは人海戦術だ。みんな裸一貫で突っ込め。各自3回しろ。各自3回して、見つけるんだ。今日はちゃんと終わらせるぞ。なんとしても。あれ？あったかも。マイナス231、42。いや、でもこれ違うな。これピグリン要塞だな。これネザー要塞じゃないな。ちょ、誰か確認してきて。マイナス231-42。見つけた？グリード、ナイス。座標頼む。追われるぞ。みんな追われるぞ。みんな追われるぞ。行くぞ。よっしゃ、今日は普通に追われるぞ。ちゃんと目標をこう突破できそう。マイナス250、マイナス164。ネザー入ってすぐのネザーゲートにキーが直付けしてあるから、そっから見て右斜め前方。こっちだ。どうやって行ったんだ。拠点も完成？ナイス。どうやって行ったのこれ。待って、一回全員死んで、グリードに案内してもらおうぜ。
おい、みんな一回みんな死んで、グリードの案内で行くぞ。行くよ。オッケーオッケーオッケー。石定期的に置いてほしい。よしよし、いいぞいいぞ。やば。やばすぎる。絶対死人出るやつ、これ。え？グリードが死んだ。こっちか。とりあえずそっちじゃないってことは分かった。そっちじゃないんだな。こっちってことか。こっちから行くってことか。とりあえず入って、これ右じゃね？普通にこっちじゃないってことは。ハロリ騙されんの。でもそっちから行けないんだもん。だって崖突破しなきゃいけないから、多分こっちで合ってるよ。俺の方向で合ってるはず。いやー死ぬ。むずいこれ。いやマジでここヘイト買いすぎて終わってる。ここヘイト買いすぎて終わってる。いけない。え、これグリードよく行けたくない？マジで。え、もうこれ無理だわ。ここのルートで死ぬ絶対。ここの途中で 100% 死ぬんだけど。たどり着けん絶対に。まあ最後にちょっとみんなでね、カルパスさんが作った拠点を見てから行きますか。今回のサワヨルの拠点は、まあカルパスさんが作ってくれましたね。はい。これさ、これあれじゃない？うんこだろ、どう見ても。よし、ということで、みんな最終目標の、行くぞ。よし、グリードついていくぞ。みんな無理すんなよ、無理すんなよ。無理しないで、ゆっくりついていけ。やべ、いいぞ。これ、いいぞ、いいぞ。あ、でもいいな、なんか久々になんかみんなで協力して進んでいってる感。え？これ、ジャンプしなきゃいけないのか。いてー！あ！みんないけるぞ。もうちょっとだ、進め。よし、着いた。よし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 。なんか今回はまともに、今回は成功法じゃないか。きたー、実績解除するんだー。マグマ落ちるんだよ、最後の最後で。中入んなきゃいけないのか。恐ろしい要塞。クリア。あ、来た？全員来た？もういないやついないよね。はい、ということでね、見事、ネザー、要塞にみんなで着くことができました。ドックプラグイン、お疲れ様でした。次回またよろしくお願いします。いい方だったろ。じゃあね、バイバーイ。